立春に春餅専門店で春餅を食べる。春餅は主に立春の日の行事食として食される餅。中国北方の伝統的な料理で薄餅の一種。本来は立春の日の行事食だが普段にも食されている。小麦粉を水で溶いて円形に薄く伸ばして油を使い焼いたもので柔らかい。肉類、野菜、卵を炒めたものなどを包んで食べる。 春餅は中国の州時代の書き物にすでに記載されていて、春晩などとも呼ばれて立春に食べる習慣があった。当の詩人、ドホも春すが春晩再生祭という祝を残している。小麦粉を水で溶いて円形に薄く伸ばして油で焼いたもので北京ダックを食べる時の薄餅に比べ大きい。肉類、野菜、卵を炒めたものなどを卓上で自分で包んで食べる。 フランスのクレープに似ていて、中国式クレープという人もいるが、味付けは塩味で菓子的な要素は少ない。具材が挟まれたクレープのように完成品が供されるのではなく、各人が卓上でお好みの具材を包んで食べるのが基本である。現代中国でも、主に北部を中心に各地に春餅専門店があり、食事に点心に食べる習慣が続いている。お店では、 人数に応じて、春餅の枚数を頼み、様々な料理も一緒に頼む。こうした店は、立春の日には非常に混んでいる。百度百花春餅。ありがとうございます。